はい、石巻氏です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は令和6年の9月の4日になります。ということで今日も井山です。今日はですね、トンビマイタケちょっと見ていきたいなと思うんですけども、後半になるかとは思うんですけども、ちょっとトンビマイタケですね、今年遅れてるっていうお話なんですよね。私も前回15日ですかね、お盆の8月の15日前後に行った時にちょっと不発だった木があったんですけども、その3本がですねどうしても気になって山に来てみました。今日はですねささっとその3本を見て帰ります。その3本さえ見れば、トンビの状況が分かりますので、ちなみにですねその前回の動画見てない方はこちらをご覧ください。ということで全く不作だったわけですけど、あの当時はですね出てなかったんですよ。さあここ9月のですね4日ぐらいになりまして、約3週間後になりますね。お盆から約3週間後のトンビマイタケ、それでは見ていきましょう。ということで、ポイント到着なんですけど、いやー置いて出てる、やっぱりだいぶ遅れてたんですね。うわやっぱりな、うわおめたくそ出てる、めたくそ出てる、これ古いな。うわこっちは大丈夫だ、ギリギリめっちゃ出てますね。ほら1、2、3、わお、あわあっちにもある。これ持ち帰れず、持ち帰れませんね、持ち帰れません、持ち帰れません。こっちにもうわ老けてんのいっぱいある。うわこれいつだったんだ、いつだったんだ、だいぶ遅れてますね。これ帰りだ、やっぱり出てましたね。まあ出ると思ったんですけど、ちょっとこれうわお、こっちもだ、やっぱり2本目も大噴火ですね。うわお失敗ですね、これ一株ぶわっと。それからこっち、うわこっちにも、こっちにも、こっちにも、わこの辺ちょっとまだギリいけるかってとこだね。ちょっと古い、わおやっぱり来るべきなんですね。来るべきというか来れなかったんですよ、あのスイカで残念賞ということで、期待の一本はさて、さて期待の一本、さあ期待の一本、もう一本期待のゴールデンコース、これあのお盆の時ですかね、あの動画配信した時に倒木倒れてましたということで皆さんに流したんですけど、よいしょ、さあ期待の一本、あーやっぱりこれはなしですね。あありましたね、ありました、やっぱり出たんですね。これがトンビマイタケの残骸です。ほら出ましたね、やっぱりここ、これ上についてきましたね。あここにもある、ここにもある、上についたんですね。これですね下につくことが多いんですよね、この木。あーゴールデンコースはですねほぼほぼ出るんですよ。ですのでちょっと出だしがですねちょっと早かったようですね。ということでこれ本当はですね今日登ろうかと思ったんですよね、上の方に登ろうかと思ったんですけど、多分今下の現状でこんなのなので多分登ってもですね多分ダメかなと判断しまして、先ほどの大きいやつちょっとあれですね選びつつ、まあ味噌漬けよう、または塩漬けよう、いいところはご飯、なんかにして、あと唐揚げ天ぷら、その辺をしていこうかなと思います。いや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 、やはりトンビマイタケは約2週間弱遅れてましたね。これが1本目の木ですね。めちゃくちゃあるんですけども、塩漬けまたはご飯ギリチョンっていう感じですかね。こんな感じ、強いて言うとあと4日ぐらいでしたね、4日。まあまあこれ持ち帰って、ちょっと分別して綺麗なところをのみ塩漬けしましょう。塩漬け、私の塩漬け方はまあ一旦湯がく人もいると思います。湯がかずにこのまま洗って、このまま塩打ちます。これが島吉流。
ですね、これ生のままの方が、香りが飛ばないんですよね。まあどっちみちこれバラしがないといけないな。ですね、ここの端の部分をですねつまんで、はい、まだ柔らかいので全然、いけます。これがですねちょっと硬くなると持ち帰っても全然ダメですので、この辺の脇の方つまんでですねちょっと持ち帰りましょう。いやいやいや出ましたね。やっぱりな、出ると思ったんですけど、ここですね外しないんですよ。お盆の時も言いましたけど、こういった古いところはですね切ってお茶にしたり、煎じてお茶にしてもいいと思います。あと柔らかい部分は塩漬け、または味噌漬け、超柔らかいところはご飯、天ぷら、唐揚げといった食べ方がいろいろあるわけですけど、これ多分でもしょいきれないので今日、多分、ね、もう一本の方がですねめちゃくちゃあったんですよ。向こうの方にもありますけど、ですので、多分持ち帰るには全部無理なんだろうと思いますので、軽く分別して帰りましょう。いや、やられましたね。でこれぐらいになるとこれちぎってももうほら硬いでしょ、ちぎれなくなるんですよトンビって、ですのでこれはこれでもうですねダメですね、これは置いていきます。さすがに、さすがの私もこっちもですね、こっちの方ももうちぎれないんですよね、ですのでこれはもうこれでぐちゃぐちゃにしていくしかないですね。よいしょ、こんな風にぐちゃぐちゃにしていきます。さあ今度は出だしの1本、なんですけども、どこでしたか、出だしの1本はよいしょどこだ、出だしの1本、向こうですね、出だしの1本向こう、よし、あれを取って帰りましょう。よいしょ、多分もうあれ入れたら入んないですもんね。だってトンビはこうなるんですよね。いやーびっくりした。やっぱりな、これあと1週間早ければもうやばかったな。いやここのめちゃくちゃいいやつだ。あ、こっちの持ってった方がいいだな。さっき取ったやつ置いてっちゃって、あれ、まあ一応お土産に持ってきましょうか。今年全然取れない人もいるようなのでお土産持っていきましょう。これちょっとさっき取ったやつなんですけど、ちょっとこれは古いですね、これは置いておいて、こっちの良さげな部分いいですね。こっちの部分 と、向こうはもう膨らみすぎですね、あとこっちの良さげな部分、これもちょっと老けてますね。良さげな部分取りましょう。いや、アブがすげえ、アブがすげえぜこれ。でもバラしていかないとダメだね。もう下の方はめっちゃ硬くなってますね。やっぱり上っ面のビラの部分だけちょっとですね処理しましょう。持ち帰って、これはいいですね。これはめちゃくちゃいいです。柔らかいです。ほら見てくださいよ、もうこんな大きいんですよ。ほらこんな大きいの。よいしょ、これはもうダメですね。まとりあえず、まこのままに、トンビはこのままにしといた方が本当はいいです。抜き取らずにここにずっと菌が収まってるのでぐちゃぐちゃしないでこのままの方が本当はいいんですけど、まこれからのシーズンですね、人目につくのが嫌だよという人はぐちゃぐちゃにしてくるのも手かなと思うわけですけど、ということで今山下ってきてですね車止めなんですけど、もうですね生入れですね、コンテナ生入れ、結構上の方までパンパン入ってます。ということでですねトンビマイタケに関しては、約やはり2週間弱ほど遅れてたようですね。私ですねあの木で外したことがないんですよ。あの木を見ると豊作か不作かという、ことがわかるわけですけど、まあこれですねちょっと家に帰って、このままですね軽く洗って、ですね塩漬けしたいなと思います。これ塩漬けしておくとですね正月だとか結構春先にですね結構重宝するんですよね。あとそれからお酒を飲む方必見です。酒のあてに最高です。それでは戻って塩漬けしましょう。はい、ということで今戻ってですねこれを今からですねちょっと根元の方とか切って、あとはですねちょっとバラして、このタレにですねちょっと塩をどっぷり入れて塩漬けをちょっとやっていきたいなと思います。さっきも言いましたけどこの縁の方の、端の方ですかね、ここつまんでみて柔らかければ塩漬け OK です。あと塩漬けのポイントはあまりいいやつ塩漬けしない方がいいと思います。
後半戦のものだったりですね、こういったものを結構塩漬けとして、保存するのがいいのかなと思います。それでは塩漬けやっていきます。とりあえずですね、ここの根元の硬い部分を、剥ぎ取っていきたいと思うんですけど、その際に軽く、今裂いてみるとですね結構柔らかいんですよ、ほら、こんな感じになります。今回は、茹でずにそのまま生のまま塩漬けします。茹でてもいいんですよ別に、今回はただ生のままします。生のままの方が、香りを飛ばさずにですね1年経っても全然香りも残ってるので、私は、1回ですね湯がいて塩漬けする時もあるんですけど、今回はこのままやります。湯がく場合は一旦こういった風にですね湯がいたものの汁も塩漬けに使いますので、まあそれはですね後々、来年あたりですかねちょっとやろうと思います。こんな風に一応軽く洗ってですね硬い部分を剥ぎ取って、それから塩を打ってという感じにするんですけど、あとですねキノコから水分ってあまり出ないんですよトンビの場合、ですので、そうですねボウル1杯分ぐらいの水を差して塩を足してという風にやっていきます。塩はですねたっぷり入れた方が保存も効きますので、たっぷり入れるように、もう飛びだけ見えないぐらい入れていいと思います。今回は湯がかずにやってます。あとこの上にですね、さらっと水だけ、張った方がいいですね、さらっと、まだまだ多分処理すると上まで多分トンビが来ると思いますので、軽くですね水だけちょっと入れます。水これぐらいですかね、見えますかね、こうチャポチャポ言うぐらい、でもまだまだですねこれ、あの塩入れるので、しょっぱい、多分大きめのあの安い塩買ってくるといいと思います。それでも多分ですね一袋近く使うのかな、多分こんな感じで、塩をやってトンビをやって塩をやってトンビをやってという、ことで、徐々にまたですね付け替えもしないといけないので、1回目はこんな程度でいいのかなと思います。まだまだ刺した方がいいよ、まだまだ水が見えなくなるまで、ポイントは、トンビマイタケがですね見えなくなるほど塩を振ってください、見えるとダメなので、カビとかですね、生えてくるので、もう見えなくなるまでガチッと、で最初ですね、2週間ぐらい、1週間か2週間ぐらい、軽く塩漬けをして、あとでまたですね付け替えをして思いっきり塩漬けするという方法もあるんですけど、塩漬けするのが面倒なので、一旦ですねきつめに打っておいて、また後でですねちょっと付け替えはしますけども、きっちりとまずは塩を振って、ちょっと水上がってこねくなるぐらいまですればいいんだよ。いや水分外から上がってる、とりあえずやってみる。はい、ということで、今回はですねこちらのトンビマイタケの塩漬け方法ということでお送りしました。いかがでしたでしょうか。こんな食べ方ありますよとか、私はこんな風に保存してますよという、皆さんぜひぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。